どうも、おはこんばんにちは、ホビドワです。ダークソウル3ブレイス再開していきたいと思います。前回からね、この斧を入手したので使っていますよ。さて進んでいこう。もう何回ここからスタートしたことだろうか。えいしょ。ちなみにダッシュこれどうなんの。あーちょっと振りが遅いから怖い。やばいやばいやばい。何この序盤から大ピンチ、序盤からまさかの大ピンチ。ちょお前ら待て、お前ら待て待て、お前ら待て待て。あ、マジ？ダメ？ダメなパターン？やばいなこれ。ちょっと受けようか。待ってねお前ら、待ってねお前ら、相手してやるよ、相手してやるけどちょっと待って。よし、どこからでもかかってこい。仕切り直しだ、こんちき正面。これもくれ、うか、いいさ。え、よっと、闇ダメージ本当に入ってるのか。というかこいつら耐性が高いんじゃねえのか。闇の痛い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 よ。どちらにしろ剣だろうがこれだろうが2発でもともと倒せていたので、これもう一層剣に今のところ変えといた方がいいんじゃねえのね。闇だしね、闇関係ないよね。とりあえずこれにこれつけとこう。でもあの騎士の方は結構ダメージが通ったような気がするけど、一応セーブ。待って、レベルアップにどのぐらい必要だっけ。3600回よし無理。とりあえずこのまま行こう。絶対ヤーカといた方がいいよな、一回戻って。待ってね、要はこいつを一回ぐすりと刺して下の方に行けばいいのさ。であっちの方は別に何もやる必要ないからこっちから行こう。はい、オッケー。投げナイフ入手で、ここなんだけど、前回向こう側に行ってストビンなど回収したので、ここからちょっと降りようか。俺ローの鍵持ってるんだけど、ローの鍵使っちゃったからね、一回あっちの方で。関係ないかな、ローの鍵は。おそらく思いっきり当たったわ。はい、プスリットな。いきなり霊体の人がしてきてちょっと焦った。ここはどうなんだ、鍵がかかってる。ローの鍵じゃないんだ、あの入手した鍵。あの鍵って本当にミミックさん関連か。いいけどね、いいけどね。一応ローリングでなんかアイテムないか見てるけど、なんもないっぽいな。なんもないね。何この爆発しますみたいな、爆発するんじゃねこれ。本当火当たると爆発する火薬とか入ってんじゃねえのか。そういうの結構あるんですよ、前作とかで。ありそう。よし、ガード室行こうね。ほらいただと思って、プスリとな。主人公刺すところがえげつないよね、鎧貫き。はい、でどこさ、上で誰かがウォーウォー言ってるのが聞こえるけど、行くぜ。ガードしつつ、何もない、珍しいな、こういうところ。大体アイテムあるよね。ダメか、そうか。ん、飛ぶ音が、ああ竜がいるのか。ああローの鍵持ってますよ俺。はい、商人さん、まさかの。こんにちは。ああ、あんたはどうやら老番じゃないようだね。おそらく予想の、それにあの金の根の跡だ。もしかして火のない灰ってやつかね。そうなんですよ。有名なんですかね。驚いたな。でももしあんたが本当にそうなら、一つお願いがあるんだ。この攻撃の下に汚い町がある。王たちの故郷じゃない。昔からそこにある不死街さ。その町にロレッタという老いた女がいるはずだ。そいつにこの指輪を渡してもらえんかね。ああ、もちろん、ただとは言わん。わしの願いをと聞いてくれるなら、あんたに協力させてもらうよ。ケチな盗人が育ちのいいバカよりはよほど役に立つ。悪い話じゃないだろう。願いを聞こう。わかった、あんたを信じよう。わしは不死街のグレイラット、あんたに協力させてもらうよ。だからこの指輪を攻撃の下の町、ロレッタという老いた女に渡してくれ。まあ、よろしく頼むよ。青い涙石の指輪、お前どこ消えた。すごくね、あいつ消えたぞ。そしてこの青い涙石の指輪、実は使えますよね。 H が大きく
大きく減るとカット率を一時的に高める。何もないよりはマシだから使っとこうかな。装備重量的に無理だ。よし、見なかったことにしよう。あれ、前作でもあったな。俺、指輪って言ったとき、キーアイテムだと思ったんだけど、通常の指輪でしたね。というか、まさかここ、牢の鍵関連だとは思わなかった。全然思ってなかった、本当に。だよな。しかし、ではちょっと参ったな。ここ、ダメなのか。あ、向こうにも扉あるや。なんだよかった。あ、そうだ、あれ開かない扉だ。笑えよベジータ、笑うがいいさ。で、どこ行こうかね。結局同じ道、同じ道たどるの。いいよ、行くよ。来やいいんだろ、任せてよ。来いよブラザー、もう貴様との戦いには慣れた。慣れたけど上手くなったとは言ってない。で、ここはほいよっと、ポポマンガーで攻撃。ちょっとあまりうまくいってない感じがするでしょ。そうなんだよ。本当あいつの後ろのあたりまでね、バックでジャンプしていって倒す予定だったんだけど、まあちょっとかっこ悪い倒し方だけど、倒したことに変わりはないんだ。問題ないだろう。はい、オッケー。で、向こうの、ここの変態をまず倒します。ここの変態を倒したらば、次はこちらの変態を倒しに行きます。全く変態しかいなくて困るぜ。お前だ、お前。まあ、来いよ。来いよ、ブラザー。来いよ。おっと。そうなんだよ。今回は一応盾でガードしてるんだよ。やり怖い。2回ついてくいよ。そう、それ。それが欲しかった。待って、ブラザー。スタミナが切れてるんだ、こっちとら。で、とりあえずこいつが防御しようとしない限り連打で倒せるので、ちゃちゃっとやっちゃおう。それでよろしくお願いします。で、こちらが、おっと、危ねえ。ちなみにこのすぐ先にブロードソードが落ちていました。あ、ごめん、落ちてるっていうか宝箱に入ってたんだけどね。まあ、あったんだ。ここら辺だったかな。まあいいや、とりあえず行こう。死亡した跡があるぞ。恐ろしい。あれ？ここって？あ、通常はこうやって来るのね。あ、まあいいや。それ無視していけねえかな。まずこの上の方でうんぞり返ってる変態たちを倒して、というか宝箱あるな、今気づいたけど。こんにちは。よし、オッケー。ここから若干一方的に、待って。あ、ミミックはないよね、さすがに2回も連続は。お、銀鷲のカイトシールド、ちょっと見てみようか。筋力足りない。ああ、銀鷲じゃないや。あ、防御力下がるな。何この俺最初に持ってる盾、すごい使い勝手いいんじゃない？本当に。で、これ重量これより低いで。武器戦技って出てるな、あれ。あ、武器戦技といえばそうだ、こちらをある意味使う理由あるわ。これ確か両手持ちでやるじゃないですか。防御力上がるんですよね、これ。そう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 、これこれ。ウォークライ、どのぐらい上がるのかよくわからないけど、犬っころを一撃で倒せるといいな。ダメだった。来いよ犬っころ、貴様ぐらい一撃で倒してみせるさ。お前の攻撃は当たるのな、こちらに。とりあえず犬っころ一体。次ブラザー、来いよブラザー、来いよ。戦技、やはりというか、ちょっとね、攻撃速度が遅いので使い勝手が悪いですね。やめよう。戦技があるのはとてもいいんだけど、深追いとかして逆に殺されてしまいそうで怖い。さて、向こう側から降りればいいんだろう。要はこいつら倒して。これ後ろ取れるんだよね。初回は敵が大量にいるなどの状況が悪かったからあれだけど、落ち着いてやればまあ倒せますよね。こんなこと言ってるとフラグ立ちまくって死んじゃうけどね、俺。大体いつものパターンですよ。こんにちは。振り向かないで、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 プスリとな。よし。あ、やべえ。よし、オッケー。
あ、こんにちは。こんにちは。まあ、数少ないんだけどね。こんにちは。外した。切れた。お前はベイブレードか。向こう行け。向こう行け。攻撃できないではないか。すーごい相手にしたくないこいつ。はい。ですよね。見て、主人公の挙動不審率高いよね。これちなみに両手で持ってたりすると効力上がったりしないよね。よし、確実に数発当ててから下に降りることにしよう。やっちゃった。フラグ立てるとすぐこれさ。お前実はスタミナとかあるのかな。あのぐるぐる回ってるけど、それお前の戦技なのかな。下に降りたくない理由その2。あれ下に大量に死体あるじゃないですか。あいつら起き上がらないよね。あれファランの騎士隊じゃないか。ロスリックか。ロスリックのどこかの兵だよね。だよな。笑えよ。お前止まんねえのか。すごい、何この俺の命中率低い低い。狙っててもこれか。あ、そう、ベイブレード回転終わった瞬間に攻撃。一旦距離を置く。だよな。あとは連打。まさかの弾かれた。よし、オッケー。削っといてよかった。攻撃力がそんなに高くないっていうより俺の HP が高いからちょっとご利用しできた感じだよね。はあ、お前らは何にやられたんだ本当に。あとこれ火当たると多分死ぬよね俺。めちゃ首刈られてるよな。何、あの斧を持ったやつがこいつらを倒したってこと。あいつ全員でこいつら死んだの。辛いな。この剣欲しい。主人公取ろうよ、取ろうよ。大変だよ主人公、大変。取ろうよ主人公。ほんとしょうがない主人公だな。あ、ごめんなさいごめんなさい。あ、中身空なのこれ。へえ、中身そこら辺歩いてるってこと。嫌だな。中庭的なところに出たな。ちょっと待って、ちゃんとここら辺ぐるぐる回ろう。ほら、なんかあるかもしれないじゃない。だってあいつまた戦いたくないっすよ俺。あと何やかんやでソウル溜まってるからレベル上げに行きたい。すごく行きたい。なんかある、なんかある。何、こんにちは。あ、お前か。俺できるこいつが酒さえあれば。何、酒持ってくるとこいつ動くの。倒されてるかな。あ、やはりこいつら服の色違うし、服の色違うし敵だったってことか。この先はしごがあるぞ。どこ、ないよね。はしごどこ。ああ、ほんとだ。あれでも俺ここ降りたことあったんじゃなかったっけ。どっかから降りたことあるよね。あ、ここから一気にここまで来れたんだ。そうかそうか、まあ、それは別にいいけどね。あの遠回りしたの俺の努力、無駄な努力だったってことかな。うん、辛いよね。とにかくめちゃくちゃ辛いよね。首を自分から取った騎士たちの像がある。狙撃手。いるか、やはり。スリットな、今回多いな。騎士がいる。あれ
違う、いつものやつと違う？違わないよね。通常のやつだよね。めちゃくちゃいるな、敵が。進むのはいいんだけど、エスト瓶の残量が心配。お、アイテムある。捨てられた。痛いよ、そう。監禁アイテムだ。おいおい、多分重要になってくるから、欲しいにゃ欲しい。装備脱がないとたどり着けないかな、あそこまでは。あ、ダメだ。めちゃくちゃダメージを打ったぞ。後にするか。多分装備脱いでジャンプでいけるっちゃいけると思うんだけど。この先敗北があるぞ。なぜ？こいつのことじゃないよ。ドロロ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 
いらっしゃい。Come on, come on, boy. はあ、びっくりした。割とびっくりした。よし、エストビーノも。この敗北があるぞってこれのことだよね。そうだと言ってよ、バーニー。おお、緑の草。で、この先何があるのさ。言ってごらん。いいものだって言ってよ、バーニー。この際近道があるぞ。ショートカット、ローリングの時間だ。いや、ホイしてるやつがいたな、今。なるほど、確かにローリングの時間だ。こんなメッセージできるんだ。あれ？これ違うよね。隠し扉じゃないよね。はい、昇降機、あ、使わない。一回乗るってことか。これどこに通じてるんだろう。お、アイテムある。投げナイフ入手。ローリングの時間だ。ローリングタイム、ローリングタイム。でーだ、おお、ここはこちら側からしか開かないやつ。どこだっけ、そんなところあったっけ。捨てられたソウル敵。くそ、反応してる余裕がない。で、どこさ、ここ進むぜ一回。おお、こんにちは。こんにちは、斧持った人、こんにちは。斧持った人、さよなら。どこここ、おーっと待って、ここどこさ。犬犬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 。カモン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 。おー、どうした今。お前、羽の生えた犬か。今飛んだよな、お前。ごまかそうとしたって無駄だぞ。新種だな、お前。おーおー、お前も飛ぶのか。いや、ジャンプじゃないんだよ。さっき明らかに架空してるやついたんだよ。弓矢持ったやつがやばい。おっと、一応こんな感じで攻撃連打できるようにステータスというかスタミナを上げてるんだけど、まあ結果オーライだよね。あいつら虫、ちょっと上の方に行くぜ。どっちが正しい道なのか全くわからないが、うん、変身するやついないよね。あ、こいつ変身するやつだ、絶対。やっぱりそうか、だと思ったよ。ふう、さて、あ、こいつどこまで追いかけてくるかな。あの上から出てこないことを祈ろう。とりあえずこっちだ。うん、上半身がラなやつがたまに変身するんだよね。変身するやつがいると言った方が正しいか。かがり火がある。ボンファイアリット、あれっていうかここ、あ、序盤の、序盤のかがり火、あー、ここか。ここの、ここにあった一番最初のかがり火か。おっと、全く思い出せなかったんだけど、あんなやついたんだっけ、序盤のところ。あ、ワープして俺違うところ行った最初。おーっと、覚えてないな、こういうやつらいたの。配置が変わったわけじゃないだろう。痛い。あ、
変身する前に倒せたぞ。素晴らしい。ああ、あいつ前回も変身する前に倒したって感じかな。ではないよね。だってこれ入手してなかったもん。ロングボート普通のや、おお、いいね。何これ、なんかあるよね。絶対絶対なんかあるって。あれ上はいけない。よし、オッケー。これとりあえずショートカットは開通したのはいいんだけど、やはり一旦レベ上げとソウル回、ソウルじゃない、ごめん、あれ回収しに行った方がいいよね。矢を、ボルトの矢を多分買っといた方がいい。この先ボルトの矢がないと進むのが辛くなる。というか向こう側前回行かなかったけど、初回の時ね行かなかったけど、行かなくてよかったって感じかな、やっぱり。ほよっと、おっとは、ライトクロスボウ。こんな感じでこいつから1億入手したんだけど、ここのこいつじゃないですよ、もっと向こう側にいたやつですね。さてと、とりあえず棺の祭壇上へ戻ろう。ショートカットができたってことはやはりボス戦が近いのか。他のやつだと、ダークソウル初代ダークソウルやダークソウル2だと、ダークソウル2はどっちかっていうとボス戦前にかがり火があるんですよ、大体隠しとかだけど。で初代だと大体ショートカット開通してるとボス戦まで行きやすいよっていう感じですかね。これは次回でボス戦あるで、多分もうちょっと上げよう。とりあえず HP1000 になるまで、あなたに炎の導きがあらんことをもちろんです。ありがとうございます、カボメさん。あー、ちょっと待って、あのグレイラットってやつはここに来たの、彼どこにいるんだろう。でもそもそもなんかあなたの助けになりますよとか言ってましたからね。探してみましょう。なんかこんな卑屈な喋り方はしてなかったと思うんだけど、ここいろいろと場所あるから多分どっかにいるだろう。それともこの指輪を下の町の下の方に、あ、不死街って言ったんだっけ、不死街の方にいるおばあさんにあげないと現れないのかな。とりあえず探してみよう。あ、いるや、グレイラートさん。おお、あんた無事だったね、よかったよ。じゃあ勤めを果たしてくれ、欲しいものがあれば遠慮なく言ってくれよ出どころは教えてくれないです。もちろんだよ、ロレッタさんに渡しますよ。さて何売ってるのか見てみましょうか。ロングソードバスタ、バスタードソードだって、バスタードソードだって、筋力16か、今14だね。これはあげるしかないだろ、早めに。そうかそうか、とうとうバスタードソード。これ体験で欲しいのが特大剣なのでちょっと違うんだけど、まあ前使ってたやつですよね。初代ダークソルの方であちらの方を使わせていただいていました。ハードレザーアーマー、おお、最初の装備っぽいんだよね。残り B、 特殊なものは何も今のところ売ってないのか。なるほど、バスタードソード3000か。物を売っ払うことはできるか。確かダブってる道具あるんだよね。ロングソード、ロングソード、ロングソード一つろ。売ったところで意味ないけどね。黒いライトクロスボウ、ライトクロスボウ売って、これもいらない、こんなにいらない、これもこんなにいらない。その他もろもろダブってないよね、ほとんど。多分ロズリック騎士のやつ300もするんだ。逃亡兵のズボン、普通の矢。あの指輪売っちゃったら怒るんだろうな、この人。ヒヒヒと言ってますね。こちらも笑い返せば良いのだろうか、よくわからない。売ったはいいけどやはり足りないな。あ、そうだ、矢を買うか。じゃあついでに矢にトレードだ。おばあちゃん、おばあちゃん、購入で秘書の魔法の矢、やや、ウッドボルト、これ、まあ、とりあえず99持っておきましょう。まったね、おばちゃん。よっと、よし。でこちらに一旦ロズリックの攻撃に戻って、次回はショートカットを回数したところから進んでいけばいいんですかね。流血の抵抗、流血騎士団今回見るのか。
こいつらの装備かなりかっこよかったんだよね。これは装備できるか見てみたいところだ。さて今回は一旦ここで切らせていただきます。次回もあのショートカット解説したところから進んでいこう。なんか進んでるのか進んでないか分かんない感じだよね。ダークソウル実は2をプレイした時も序盤こんな感じだったんだよ。序盤のところ行ったり来たりずっとした感じ。では次回もプレイしていくとしよう。また次回でお会いしましょう。ホビドワでした。